ね、文春の記事なんか、ねじ伏せられるに決まってると、と思っていたのかということですよ。ね。ね。これね、まあ、吉本興業全体がね、そうなんだけども、これ松本さんもですね、安倍さん、ね、生前の安倍さんですね、安倍政権とぴったり寄り添っていたじゃないですか。ね。そうすると、自分たちは権力に非常に近いんだという感覚がね、まずあるわけですよ。そうなると、文春かなんか知らんけども、そんなものはね、いつでもひねり潰せるんだと。そういうふうにね、考えたんじゃないかと僕はね、考えてるんですよね。うん。まずね、吉本興業ね、これ安倍政権の時にですね、多額の税金が投入されてるんですよ。経済産業省がですね、官民ファンドでクールジャパン機構、ここにね、多額のね、出資を繰り返してきたんですよ。このクールジャパンですね、設立直後ですね、それにね、10億円投じてるんですよ。2014年にね。うん。それから2018年には、大阪城公園のエンターテインメントね、発信事業。これに12億円。そして極めつけは、2019年4月にですね、なんと100億円出資してるんですよ。100億円ですよ。100億円。ね。とにかくね、安倍首相当人が当時のね、うん、吉本興業を気に入っているんで、これはもうどうしようもないんだと。ね。というような、ことなんですよね。うん、そして、この吉本の中でもですね、松本人志さんね、万博の誘致委員会のですね、アンバサダーをね、やってるんですよ。ね。維新、政治にですね、これほど自分は貢献してるんだぞ、貢献してるんだぞ、ということを言ってるわけですよね。政治にね、ずっぽりハマっちゃってるわけですよ。ね。文春報道なんか、政治力で何とでもひねり潰せるんだと。